ドリームチェイサーです。今回はこちら。食玩のヨカヨチちびちび組み立てるうさぴょん編。こちらの第3号、吹雪姫の冷却装置。こちらを開封していきます。全種合体図がこのようになっていて、だいたい19センチって書いてましたね、どっかに。はい。190mm、19センチですね。結構大きめになりそうな予感。ラインナップは全部で5種類。第1号メラメライオンのエンジン、第2号発電芯の燃料電池、第3号がこちらの吹雪姫の冷却装置、そして第4号がふさふさんの安全装置、第5号がうんちくまの頭脳となっています。第3号の吹雪姫の冷却装置はメダルを入れてレバーを押すと吹雪姫の力でファンが回転。どんな感じで回転するのか、ちょっと勢いも楽しみなところですね。さて、では開けていきましょう。はい、中身はこんな感じで入っています。あ、うさぴょんのお顔、そしてシールは今回はちょっとたくさん入ってますね。とガムですね。はい、このように入っています。はい、シールなんですが、黒いところは目ですね。そしてこの灰色っぽいところはここですね。この下のポチッと押すところですね。そして、吹雪姫はいつも通り、この、立てるのの裏側というか、表のところに、この吹雪姫を、そして、こちらのメダルも、この穴にセットするように貼って、こちらは取り外しましょう。はい、シールを貼り終わると、こんな感じですね。そしてこちらはねじって外してください。もう今回はこれで完成かな。あとは乗せて遊んじゃいましょう。溝にはめてこのように吹雪姫をセットして、メダルを入れてみます。えい。そして反対側の、あ、そういえばこれ、あ、こうやって外れるんですね。そんなに力入れなくてもカパッと外れますね。の後ろにこのようにレバーがあるので、では引いてみます。あ、こういうことか。あ、横からこの吹雪がこう来てるような感じで出てくるんですね。この部分をシール貼れって言われなくてよかったです。ちょっと雑なんですけど、これはもともと貼ってあるシールですね。こんな感じで出てきます。まあまあこんな感じでしょうね。ファンもね、これメダルなしだとどうでしょうか。あ、そもそもこれが降りないですね。メダルが入んないと。へー、ちゃんとしてる。ではメダルをセットして、そうするとこれがこのように動くようになります。はーい、これで吹雪姫の冷却装置の完成でーす。あー、今回の結構ちびちび組み立てるはしっかりしてますね。ちゃんとストッパーのようなものが中に入っていて、メダルを入れることによって、このちゃんと仕組みが動くようになってる感じです。面白い。うさぴょんのお顔の裏にはこんな秘密が隠されてましたみたいな感じですね。はい、ということで今回第3号吹雪姫の冷却装置でした。次回はこちら、ふさふさんの安全装置、こちらを紹介していきます。下の方に URL も貼っておくので、そちらからもチェックしてみてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。